コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ右打ちの投手、フォームは青葉、好きな球団は守るくんから伸びまたはジャイロ狙いで巨人でやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。やば、ドン100位ガンテ、マジ弱。しかもシャッフルの奥にね、うん、変化球なんで。野球超人伝、わお、あ、プラスになりました。ありがとうございます。文句言ったけどごめんなさい、今のは訂正します。ふう、ナイス、やる気ナイス。変化球取って球速特化にしたい。もう一回シャッフルしてもいいか。変化球を先に、これ球速特化には無理っすね。次絶対変わるんで、うん、球速特化はできなかったけど、野球超人伝変化球入りが大きすぎたわ。うわー、その2がもったいねえな。やる気もう一個欲しかった。はい、ということでステージ1大勝利、まさかでした。あるボナスなし。いやー、宝箱があったら期待しちゃうじゃんねえ。ほいほいと、青ナイス、変化球何回でも球速多め、ありがたい。2キロを狙うぞ、2キロを狙うぞ。ノリノリ、これは2キロ出るでしょ。最後だけかい。ナイス球速。うわー、初期値132、最低値だったのがもう155ですよ。ステ2で。やばいね。えぐいね。めちゃめちゃ伸びたね。まあ、言うてちょっとね、体力、あとまあ変化球かな。もうちょいね、欲しい。変化球何回？これ、あ、あるな。ってなると、ここでシャッフルか。コントロール、うん、まあまあまあ仕方がないか。シャッフルするか。うい、そういう意味のシャッフル、スタッカ、これはラッキーですね。オッケー、これはこっちどうだ。あー、まあ、あ、でも行きづらいねこれは。あー、オッケー、素晴らしい、素晴らしいです。2段階はいかなかった。変化球強化、あー、タイミング、くっそー、絶好調今なのにな。あ、脱三振、いや欲しいね。変化球落とすね。まあしょうがないか。うん、まあ理想は変化球を落とさずにってところだったけど、まあ特納2つ取れたんでね、はい、そこはもうしょうがない。切り替えていこう。さて次だ。あー、同じ球種か。なんか青がなくなるとか引きそうなんだよな。ナイスガイフ、ナイスノリノリ。これはもう2段階絶対いくでしょ。だってやる気ノリノリの変化球強化だぜ。もう3段階いってもいいよ、3段階いってもいいって。キーチーよ、マジかよ。はい、録音されました。2段階いく。ああ、まあ今のはしょうがないよね、結果的にね。これ関連さん上来ねえかな。はい、ナイス。おい。おいだよな。カレンさん、やったね、それね。くっそー。まだ、いや、ダメじゃん。死んだじゃん、これ。おかしいじゃん、そんな。ヒーリング頑張れ。ヒーリング、ヒーリング、ヒーリング。ヒーリング2回ぐらい必要です。まだある、まだある。頼む。ほっ。うい、生きてた。素晴らしい。生きてることが幸せだ。箱、それは取れね。待ってよ。そうだよね。そうだよね。来るよね。ナイス。危ねえ。これ、シャッフルして宝箱ワンチャンこっち読みしてみる？どうよ。はい、来た。まあ、とりあえず1個だけだな。偉人伝、打たれたいランナー。
このね、あの絶望的な初期値からここまで伸ばす夢ですね、ロマンですね。よし、 AA にも乗る。で168キロ、ちょっと変化球寂しいけど持ち欲しいな。ラスト地殻変動、なるほど。いやー、これ赤おにぎりの横には行きたくないんだけどな。ふー、ルートが塞がる、塞がーって、これここでシャッフルするか。シャッフルしたかったのに。いや、スタミナに特化でもいいか、球速ももうあるしな。でワンチャンマンモに会えればプラス4キロなんで、これで変わるだろう。マイナス10、マジかよ。いや大丈夫だよな、大丈夫だよな、マイナス5でも大丈夫、マイナス10を引かなければ大丈夫。ナイス、170キロ。きた、ナイス、プラス4キロ。伸びくれないかい。やべえ、地殻変動なのを忘れて変に動いてる、危ない。いや、これ動くとルート塞がる可能性あるんでやめましょう。いやー、あの初期値からよく粘りましたね、ありがとうございます、頑張りました。174キロの AS、 変化球はもっと欲しかったけどいいでしょう。特能もね入ったかと思うんで、ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星625からムツゴくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力174キロのコンスタ AS、 変化球も形上は3球種なんですが少し物足りないかな。果たしてどれだけ頑張ってくれるか、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 1.28、かなりいい成績ではないでしょうか。頑張りましたね、さすが174キロ。ということで200イニングはギリギリ到達してないんですけども、15勝最多勝の7割5分、見事タイトルゲットですね。最優秀勝率、最多勝、そしてあとは26登板、あれ、先発25ってことは1回中継ぎで投げてるな、謎だね。で5完封9完投、いいね。でクオリティ差と 96%、 ハイクオリティ差と 84%、 これは立派だ、高いね。で奪三振が262個、素晴らしい、 11.9 の奪三振率、完璧です、ありがとうございます。ってことで投手4冠達成、四死球率では 41-2、 1.96、 今永さんすごいね。はい、ってことで、まあメジャーリーガーなんでね、今永さんはもうね、新作どうなるか楽しみだ。あとはそうだな、非本塁打率が 0.32、 少ない。あとは KBB 6.39、 頑張りました。ということで今回のムツゴくん取ったタイトルは、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最優秀勝率、沢村賞、新人王、ベストナイン、 MVP の合計8個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。